キブシが咲いてます。八丈キブシです。春ですね。こちらは、和紙の原料三つ股の花が咲いてます。三つ股は本当に3つに分かれているの分かります？これが3つに分かれ、こっちも3つに分かれ、系統樹のように3つに分かれ、全部3つに分かれています。で、ヒメウコキですね。ハヤト、ミツバツツジ、絶滅危惧種。綺麗。内輪の木。生死発見の発見の一応です。三枝油の花が咲いてます。薬用に植えられたものですね。秋になると赤い実がなって、これを滋養強壮のために使っていました。木の形がちょっと独特ですね。このように少し剥げたような樹皮をしているのが三枝油の特徴です。こんにちは。
後ろは見てみて、ニュートンのリンゴの木だよ。わかる？ニュートンのリンゴ。ニュートンは、そいつはよかったよ。うん、よかったね。ニュートンはペストが流行ってる時に病気で学校がなくなっちゃったから、田舎に帰ってずっと暇してたの。その時にいろいろ考えて、お勉強頑張ってね。うん。帰ってきたらまたお話ししよう。あ、もしかしたらもう分かんないからどっか遠くに行っちゃったと思っちゃった。で、ニュートンはその時に万有引力と、知ってる？なるほど、うん、万有引力知ってる？持ったんだね。うん、万有引力を発見したし、万有引力の法則ね。あと微分積分、あとスペクトラム、うん、うん、光がこう分かれてるんだよということも発見したんだよ。そうなんだ。うん、あと微分積分いるんだね。そうだよ、微分積分も発見したんだよ。それは病気ね、クマは強いね。ここでクマか。微分積分。ね。うん。クマはクマかな。そうだね。言いたいのはね、ここに来てニュートンのリンゴの木を見たかったのは、学校も休みだから全く新しいことを考えるいいチャンスかなと思って。うんうん。だから今学校休みだから、いろいろと今まで考えたことがない新しいことを考えよう。